こんにちは、ライムです。今回はね、新しく撮影環境を一新したので、今回からはい、ちょっとね、今までの動画となんか雰囲気違うなと思うかもしれませんけど、はい、そこら辺はご了承ください。ちょっとね、まあいろいろこれから試行錯誤、新しい撮影環境で試行錯誤していきたいってところもあるので、今まではちょっと違うかもしれないので、はい、ただ変わらずね、内容は変わらないと思うので、基本的な内容は変わらないと思うので、よろしくお願いします。で、今回は SB プラプラキングダムハーツ3レオンが実装されました。こちらの解説動画ですね、やっていきたいと思います。はい、で、まあ月末なので、この後レオンの後の4月1日にもおそらくメダルが出てくると思うので、焦らなくてもいいです。で、おそらく6サスが来ると思うので、4月1日にね。なんで6サス引きたい方は待ちましょうと、素直に待とう、6サスを待とう。はい、一応性能解説していくんですけど、まあ6サスに別に興味ないとか、あとこれから言う僕がね解説する性能でビビビッときた方はもう引いちゃっても別にいいと思うけどね、もう月末なんでね。はい、で早速解説していきます。まず開催期間が3月の27日から4月の6日です。はい、一応もう4月をまたぎますので、先ほども言った通りですね、6冊と被ります。ガチャの期間が被ってくるので、まあ焦って引く必要も特にないという感じ。で、あと気をつけてほしいのはこの VIP コインね。ここに書いてあるけど、3月中に引いたドローの VIP コインに関しては4月1日でリセットされてしまいますので、今引いた方は今月中の使い切らないといけない、今月中の VIP コインを使い切らないといけないので、そう、特にもうあんまり引くメダルないとか、欲しい VIP コイン使ってね、欲しい覚醒メダルがないって方はもう来月引いちゃった方がまあお得なんじゃないかなっていう気はしてます。はい、でガチャ内容としては収課金 と、無課金の方は同じです。1つのガチャしか出ておりません。で、5回天井となっております。で、覚醒メダル1枚確定で、VIP コインがそれぞれもらえますと、まあ、いつもと変わらない内容だね。はい、5回天井は普通に偉いと思います。で、今回の SB プラプラレオンについて、アビリティにはガード貫通 30% やパワー属性 15% 反射の効果があります。ガード貫通 30% という効果についてはですね、 PVP のみで発動すると、ガードアップ系のスキルをつけている相手にこのアビリティで攻撃した際、相手の発動したガードアップを 30% の確率で無効しますという効果ですね。まあ、詳しい話は後で説明 していきますが、あとパワー属性反射 15% 反射となっております。アビリティ発動後、パワー属性の攻撃を受けると受けたダメージの 15% の値を相手に返します。はい、これ PVP で有効と、まあそれ以外でも有効なんですけど、あんまり他の高難度クエストとかでこの 15% 反射が生きてくる場面ってなかなかないんだけどね、実際のところあんまりないです、これ。なので基本的には PVP 用なのかなっていうところがありますね。はい、で受けたダメージで HP が0となった際、 HP リカバリーやラストリーブで回復できた場合は反射が可能ということですね。SB プラプラメダルなので弱点特攻がつきますよと。はい、そんな感じですかね、とりあえず基本的な概要ね。で、一応これレオンが出たんで、キングダムハーツ3リマインドからのキャラですけども、ユフィ、エアリス、レオンが出たので、あと残すとこシードだけなんですよね。多分最後はね、普通にレオンでよかったんじゃないかなって気がするんだけどね。最後がシドってちょっと微妙じゃない？最後シドなんですよ、多分、おそらく。ワンチャンフェアリーゴッドマザー出るけどね、ワンチャン。ワンチャンリマインドのフェアリーゴッドマザー出るけど、それにしては微妙だよね。あの、リマインドの最後のキャラがフェアリーゴッドマザー、もしくはシドっていう。まあ他にもまだもしかしたら出てくるかもしれないけどね。はい。まあ、FF7 からのキャラっていう、FF キャラっていう意味では、シドが間違いなく最後になってくると思うんで、ちょっと微妙だよね。なんでそうしたのか、まあ、さすが運営といったところですが。はい。まあ、そんなわけで、性能解説していきたいと思います。
まず、レオンの攻撃力は最大攻撃力4561、こちらに関しては、ギルド10のね、基本的な攻撃水準と一緒ですね。同水準で来てます。まだインフレしないね。まだインフレしない、うん、セフィロスだけなんですよ今のところ。攻撃力4万3000は、まあ、あのダークベイマックスとかあの除外した場合ね、セフィロスが一強という感じにはなってるんだけど、はい、まあ並んでるんだよね基本的に。攻撃水準としては今出てるギルド10のメダルと同じなので全然問題ないです。強いです。でアビリティに目を向けてみると、単体攻撃なんだ。なるほど、単体攻撃が全体攻撃だと思ってた。で1回の間パワー属性メダルの攻撃力がプラス約1万、もうプラス1万としよう、めんどくさい。9999っていうのが、はい、攻撃力が1万上がる。一旦内でギルト 200% カウントプラス1、自分の HP が高いほど技の威力がアップ。ガード貫通 30%、 パワー属性 15% 反射、8連続アタック。で消費ゲージが1、ギルド10、最低倍率が 72.02 から 75.13 倍という風になっております。でスーパーバーストが弱点特攻、光のパワー属性全体攻撃、一旦の間パワー属性メダルの攻撃力がプラス5000、ギルド 300%、 240倍と、うん、もうこれはね、今までやってきてる方だったらもうこの性能を見た瞬間ね、お分かりでしょう、お分かりでしょう、これは PVP 専用メダルです。うん、もうこれがまだ全体攻撃だったら、まあ高難度クエストとかでも使えるよねみたいな感じになったんだけど、単体攻撃っていうところがね、もうちょっと普通の高難度ではやや使い、ややっていうか結構使いにくいので、基本的に高難度っていうと、まあ単体だけ、単体クエストももちろんあるんだけど、今出てるビッグボーナスチャレンジとかね、あいつ何気に久々になんか単体の高難度クエストなんだけど、まあ、そういうのもあるんですけど、全体攻撃だったら単体も、単体のハートレスも全あのハートレスいっぱい出てくるところでも全部対応できるんで、それ考えると結局単体攻撃って行ける場所が相当ね限られてしまうんですよ。なんかすげえ変な声裏返ったな。そう、限られてしまうんですよっていうところで、普通の全体攻撃メダルと比較してもマイナスですね。でなんか知んないけどアビバ率が低い、低め、まあ、ユヒもちょっと低めだったんだけど、なぜか低めだね。なんでだろう、最近ギルド10って80倍ぐらいあったりするんだけど、ちょっと低めだね。ちょっと低めといってもまあ5倍程度なんだけど、ちょっと低めだな。うん、ここもちょっとアビバ率に関してもちょっとマイナスなのかな。なのせっかくならね、これ多分あの攻撃プラスバフが1万漏れちゃうからっていうところで若干下げてんだろうけど、下げちゃったらあんまり意味ないよね。せっかくのアドバンテージとしてこの攻撃力1万、なんかそう単体攻撃で1回の間だけ1万にできる代わりにみたいな、強いですよみたいなコンセプトだと思うんだけど、ここでアビー倍率下げちゃう意味はよくわかんないね。うん、これ普通に素直に80倍でよかったと思う。はい、で、まあもう言っちゃったけどパワー属性のバフが1万なんだよね。これは攻撃力実質5万超えってことだよね。要するに、うん、基本的に1回なんでどんな状況でも基本5万ってこと、攻撃力がレオンだけっていう能力なんで、まあダークベイマックスに並ぶよね。ダークベイマックスにガード貫通 30% ついたみたいなイメージか。あ、でもダークベイマックスより全然アビバレス高いんだよね。うん、ダークベイマックスの 1.、まあ、1.5 倍約ね、1.4 から 1.5 倍ぐらいアビバレスは高いと思うので、うん、火力としては相当出ると思う。うん、でアビ条件が自分の HP が高いほど技の威力がアップという風になっているので、 PVP だと HP という概念がそもそもないので、基本的にはもうマックス火力 75.13 倍しか出ません。でガード貫通 30% っていうのも、まあ、今この現状の、PVP 環境においては一番高い確率、まあガード無効っていうのがもう出てるけど、あれスーパーバーストだけだからね。アビにはまだガード無効のメダルはないので、ガード貫通メダルとしては、まあ、高水準なのかなというところと、あとパワー属性の 15% 反射、
来ました。久々だね。これ6サス以来かな。6サスが 15% ついてて、まあそのパワー属性反射目的で6サス入れてる方も、まあ、いたりしますけど、レオンが、まあほとんど上位互換、ほぼ上位互換みたいな形でやってきましたので、今6サスね PVP で使ってる方はレオンと、まあ、交換という形になるんですかね。ロクサスもなんだかんだ長かったんじゃないかな、息は。だいぶ息長かったんじゃない、半年以上は少なくとも。もっとか。8ヶ月とか、息してたんじゃない、このゲームにしては相当長かった方だと思うので、うん。はい。そろそろロクサスもお役御免という感じですかね。はい。で、まあ、消費ゲージ1っていうのもまあ偉い。PVP、まああんまり PVP だとそこまで消費ゲージ気にすることもなく使えるけど、はい。まあ少ないに越したことはないからね、消費ゲージに関しては。で、スーパーバストはまあ最近の、ギルト10の、まあまんまというか、ギルト10水準で偉いですね。パワー属性メダル攻撃プラス5000。で、これ一旦持続するんで、レオン以外にもちゃんと持続しますよと。だからスーパーバースト含めるとこのレオンは1回で攻撃力1万5000上げられると。レオンだけね。だから5万5000が実質5万5561と結構とんでもない火力出るんで、まあ PVP 勢だったらもうこれは間違いなく引くでしょう。ガチ PVP 勢だったらもう 2枚ぐらいか、2枚ぐらいは少なくとも最低引くべきメダルなのかなっていう感じはしますね。セフィロスと一緒に使うのかな、うん。まあ、そんな感じだと思います。まあ、パワー属性もまだガード貫通じゃない、ごめん、反射 100% とか出てないので、うん、まだガードのね、ガード貫通のダメージの通りがいいんですよね。なんでパワー属性いっぱい使う方いると思います。セフィロスとかね、セフィロスと一緒にやっぱレオンは使っていくべきメダルなのかなという感じがしますので、 PVP 特に頑張りたい方は引いておきましょう。で、その他のね、高難度とか PVP 全然興味ないよとか、高難度あとエネミーコロシアムやってるよって人だったら、このレオンに関しては正直引く意味はないかな、引く意味はなくはないけど、なくはないけど、あえて引く必要は特にないかなっていう感じ。僕も完全これは今回スルーですね。もうあんま別に PVP に、なんだろう、報酬にあんまもうメリットがないので、今ね、豪華州の1000ジュエルは目的とか、あとデイリーミッション埋めぐらいでやってるぐらいで、そんなに今の PVP やる価値が、なんかね、テコ入れ来たらいいんだけど、うん、まあそれぐらいなので、正直レオン引かなくても別に勝てるしなっていうところもあるしね。はい。なので、PVP ガチ勢は必須。それ以外の方は別に全然スルーしても、何の後悔もなく、今後のユニクロライフを遊んでいけるでしょうという感じの性能です。はい、極端だね、だいぶ極端な性能になっているんで、まあ、少なくとも PVP ガチ勢の人にせよね、まあ PVP ガチ勢だったら引いた方がいいけど、まあ何にせよ、4月1日の新しいメダルを待ちましょうよと、それだけは言っておく。多分6サス来るから、6サス来ると思うのでね、その辺は皆さんお楽しみにしたいところです。ロクサス来なくても何らかの強いメダルが確実に来るので、4月1日。はい。エイプリルフールだけど、まだエイプリルフールじゃないからね、嘘ついてないからね。まだ嘘ついてない。4月1日はなんかエイプリルフール動画出すかもしんないけど。はい。まあ、そんなわけでですね、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。